信してくれるかなって思ってた。さすが。そう、今日ね稽古早く終わったからね、いつもよりね、だからやろうと思って。なんかでもブログとか送りたいからあんまりやれないけど、一人で、まあ、見てくれ、携帯、携帯がを置いたり敷いたりするとめっちゃね、十円玉が熱吸収してくれるんだよ。無駄にポーズ決めとくっていうね。今日見てここのクリーン具合すごくない？クリーンって感じ。そうな、こっちはね、なんにはおはげちゃう。ここ髪ないんだよね全然。今日寒いね、思った。DMM リバイバルナップカミングワン、あ、見た、ありがとうございます。そう、今ね、今さっきブログ送った内容もね、あれですよ、なんか今日おじいちゃんが送迎してくれたんですけど、そのおじいちゃんっていうの、でね、じゃあ私がね、ガラスのアイラブユーしてた、めっちゃ懐かしい。風邪じゃないです、多分花粉、わかんないけど申し訳ない、こんな、はい、今風邪流行ってるんだ。めっちゃ元気です、めっちゃ元気だけどくしゃみ止まんないから多分花粉よ。クラノーさんとツーショット撮った？あ、撮った撮った撮った。なるちゃん、なるなる。くるんポーズ、くるん。なんか暗いんだよね、でもどうすることもできない。あ、ちょっと明るくなった。背景だけだね、明るくなるの。いまだに14歳だと思ってます。それは嘘、これは嘘。もう18だよ、来年 10? 来年じゃない、来月19だよ。こんばんは、かわいい、ありがとう。かわいくない、今日は特にかわいくない。なんでかってメイクが薄いから、ほぼしてない、ほぼね、ライン引いて15に見えた。めっちゃライン来る、誰だろう。ラインピンと、メイクほぼしたいよ、ほら、わかるでしょ、このわかるでしょって言ってわかんないよ、でごめんね、本当に薄い、薄い。握手会撮りました、ありがとう、会える日。どうしたらいいの？ちょっと待ってね。まあいいんだけどさ、何これ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 、むずくない？これ出て使うの？そうそう、何これ何これ、もうやめピ。じゃあ私の持ち物紹介でも見ながらしよう。私が愛用しているバッグの中に、ちっちゃいバッグに入ってるのはバッテリー充電器と、インスタに載ってる香水と、
香水オイルみたいなと鏡、キラキラの鏡と櫛、いろいろなんか薬とか常備薬が入ってる。常備薬って言うのがあれだけど、胃薬とかね、さこん これみんなスクショしてお揃いしよう。そう、これはねニベアのなんだ、どこに書いてあるのかな、ニベアリッチケアカラーリップクリームってやつのレッド赤。これねリョウハと私とあとねとじのみこ舞台で一緒のねキャストさんのねモネちゃんっていうね唯一の同い年の子とね3人でねお揃いでね、しかも偶然でポケットにみんな入れてて、リップなら、あ、私もみたいなやつ、みんな一緒みたいな、参考一じゃんっていう話をしたばっかり。これ結構どこにでも売ってるからおすすめ。これスクショだ。これめっちゃいい。スクショ受品。いや。あとは、あとねイヤリング入ってる。辛いものダメ？辛いものだね。あの辛すぎなかったら好きです。Bluetooth だよ。去年の誕生日にもらいました。何聞いてるの？最近はね、配信さん、最近はそんな感じかな。ウーパールーパーじゃない、ウーバーワールドさんね。シャドウ、シャドウはねリンメルの、リンメル使ってます。色はねもうよくわかんないハゲちゃってブラウンです。私はもう絶対絶対シャドウブラウン。もうねカラーメイクが似合わなくてしょうがない。あと何かな、あとね新しくね本当に偶然見つけたバンドなのかわかんないけど、もうねすごい聞いてるんだけど名前忘れちゃった。本当に最近すぎて、またいつか言います。お家に帰るときってどれぐらいの頻度で帰るの？最近全然帰ってない。深夜に帰って朝に出るみたいな。1ヶ月に1回以上帰るかな。シャドウはリトグリちゃんもちろん聞きます。癒しでしかないね耳が。アイコがインスタライブ始めた？うわー見たい。あ、そっか、もうこの時間配信できないのか。着物がかりとかは、まあ聞くけど最近聞いてないな。ママからのやつある、ここに。あ、見てくれたの、メール。チョコアンパンとリベラ、よく買うね私のチョコも、2大チョコお菓子。
そう、これとカプリコだ、よく買うのは。だけどこれは頑張ったなって思う日にからまだ食べない。そうよ、さっきほんと聞いてるアーティストに杉スパイヤー、ああ流れちゃった。スパイヤーさんめっちゃ聞いた。なんかね、友達がめっちゃ好きで、ビューティフルデイズっていう曲をずっと聞いてたから、めっちゃね聞いてたね一時期。影響を受けてすぐ好きになっちゃうタイプだから。チョコンボ美味しいよね。うん。リベラのビター食べたことあるかな。うん。ママテレビではよくするの、いや全然しない。珍しく。さきぽん結婚しよう。ビーズ好きです。ママが好きだもん。なんか頭いいっていうか、なんかすごいさしっかりしてるし、うん、何って見た目がめっちゃ可愛いなのにちょっと天然で、なんかね、なんかママこそねめっちゃモテる性格してるって私は思ってる。ママがいたらほんと無敵。ママの若い頃とか顔も可愛いしさ、ママが一番可愛い家族で顔。したか。ママに似てる。めっちゃママ私。この性格は誰譲りか分かんないんだよね。謎だよね。ママ美魔女めっちゃ可愛い。舞台の千秋楽見に来ました。ありがとう。そういうの嬉しい、すごい嬉しい、ありがとうございます。楽しみにしてるね。頑張ります。稽古ディズニーの写真いっぱい上がったね。あのさ、インスタの DM とかさ、返信はできないし許可することもできないんだけど、送ってもらうことを見ることはできるので見てますよ。舞台頑張るね。アイアライブでめっちゃ楽しみにしててほしいことがあるの。なんかどのメンバーをしてても楽しいセットリストだと思うよ。アイアは。ツイッターのアイコンかわいい。嬉しい。なんかラーメン部としてもっとアピールしていかなきゃなって。もう1ヶ月切ったからさ、発売まで。オリジナルカップ麺がね。だから、しました。そしたらゆまろさんと一緒にした。りょうはと仲良すぎて。どっちにしてなぞ。嫉妬って何なんだね。分かんない。私は全然しないからさ。ジェラシーなりばい。でもジェラシーなりばいめっちゃ好き。うん。他のレーンに行くの見るのもムーってなるのも嫉妬。確かにね。それは思うよね。アイドルとしてさ。
通にさ思うよね。それはそれ本当に外真っ暗だしさ時間ないしでさもうまた来ていいかなもうあれ。これはもうさきぽん一筋とか言ってみるって言ってみるじゃなくて言って昨日本当に時間なかったんだよね。ねそうせっかく可愛い髪型とかメイクさんにしてもらったのにね。くそー。てかもうそろそろブログ送らなきゃやばいのでやめます。急遽ありがとうございます。いつかまたね。唐突なのは本当に申し訳ないけど、ブログって大事じゃん。ちょっといろいろやってきます。11時までだから締め切りが。帰ってくるね。それも楽しみに待っててくださると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。またねー、おやすみなさーい。あそうだ、このさなんだっけこれショールームをさスクショとかしてさスクショとかして画像にしてくれるのすごい嬉しいだけどさ、私的に全部保存してたりするつもりがさなんか見逃してるのかなのかわかんないんだけど、だからできれば私をタグ付けしてほしいなって思います。お願いします。作ってくれる方はじゃあありがとうございました。またね、おやすみなさーい。